を10枚集めると100円になるっていうのが全く理解できなくて。やだー、これだから算数は嫌なんだ。やだー、本当に算数、数学やだ。なかった。この2人ののんびりトークいいなーだって。中身のない話をしてきます。どん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 いいね、こう中身がスカスカで、そうそう、中身スカスカでもいいですね。とりあえず喋ってくみたいな感じですけどもね、うん、そうだね、はい。だってさ、ぶっちゃけ中身のない会話してる時が一番楽しくない？はい、そう、わかる。そうね、ダラダラーっとね。え、そう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 、ね、いやね、ダラーっとさ、うん、適当なさ、適当な感じ、 YouTube のなんか BGM 流しながら、ね、適当な話してんのが、うん、わかる。ちょうどいいんだよね。今日も本当に ね、なんかもうダラダラって、ダラダラって話してたよね。そう、他にもおすすめの映画とか聞いて、うん、あ、そうだね、あの映画良かったみたいな話とかしてて、そう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 、本当にね、ダラダラのんびりしてました。のんびりとしてますね。うむうむ。中身の会話ほど聞いてて落ち着くものはない。確かに。ね、なんかダラダラっと聞けるのがね。確かにね。急になんかさ、難しい話とかしだしたら、うん、多分心臓ドキドキするもん。難しい話。うん。なんだろう。難しい。うわーってなる。あ、なんだ、難しい話。なん、二等辺三角形の内角のは。内角のはなんか知らないよ。円周率。3.14は分かんない。分かんない、分かんない。なんだろう、因数分解。いや、因数分解、分かる、因数分解。分かんない、数学とか難しいね。数学は苦手ですね。偶数の計算とか嫌い。数学、算数の時点でつまずいてたから。本当、僕小学校の時に10円玉を10枚集めると100円になるっていうのが全く理解できなくて、うん、ちっちゃい子だ、ちょっとね、なんでこれがこれになるんだみたいな、ね、そうそう、1たす1が2になる理屈を教えてもらわないと納得いかないって言って、うんうん、ああ、なるほど。だから10円玉も10枚で100円になるのが分かんない。10円って何みたいな。ああ、そもそも10円ってね、そう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 、哲学よ、哲学猫や、うん、10円が10円であるっていうことを覚えるのが苦手だったんだよね、うん、なるほど。そう、すごい概念な話やな。そう、これはなぜ10円なのか。だからそんな因数分解とかそういうレベルじゃなかったんですよ。あー、そもそも数字とはみたいな。そう、めんどくさいって言われた。いや、でも分かる。なんかね、そこまで理解しないと自分の頭が追いつかない。そう、なんかそこでずっとつまずいちゃってるから、なんでなんだろう、これはどうしてなのか。そうね、え、いやでもすごい着眼って面白いね。でも、うん、とそういうところが気になるみたいな。だから算数の時間はね、うん、結構泣いてたよ。あー、なんでこれはこうなんだ。そうそう、どうしてなんだ。そうそう、でもみんなは普通に解けてるのにみたいな。どういうこと、何分の何って何みたいな。うん、いや本当に、いや、わからないですね。あ、ワインシュタインと同じって言ってるよ。え、そうなの。なぜ1は1なの。あの、今は全くですよ、今はね。1たす1は本当に2なのか。田んぼの他の可能性も。確かに。すごい、もう完全に脳トレみたいになってる。ねえ。うん。ねえ、もう天才派の視点だってよ。優しい、急に優しい。天才ってこと？ただ、そんな、なかなかね、やっぱりね、いや、そう言われても、100、なんか10円10まで100円は100円だしな、みたいな。まあでも今は全くなんですよ。まあ、今はね、わかる。今はもう、その算数のことすら全く考える機会がないから。そうなのね、うん、計算するときもやっぱもう電卓だし、全然もう全然いいやみたいな。ふぶきちゃん小学生のとき好きな教科とかあった？図工。すごー、今もその感じ続いてる気がするよ。ほんと、うん、おかゆんちでじゃあピタゴラスイッチやるわ。いや待って、片付けめっちゃめんどくさ。片付けめっちゃめんどくさ。いろんなものを出してくる。めんどくさい。ここからここで。なんかうんちつけてみたいな、ちった。わあ！ちょっと、ちょっと、ちょっと、
20、9、7、23、3、9、20、7、2、5、10だから102号、待って、2号、10、00、0、200、200、500、0、2つつくんだよね。1は1、1×1は1、1×1は1、1が、1は1で、2、22、だって 11×11 でしょ。 11×11 は、 11×11 は1の1だから121。 100、 120 やだこれだから算数は嫌なんだ。あお先生に怒られる。2+3は5、5、5。え、待って、これ掛け算からさ、サブ12、2+2+16 あ、だって 5×6-5は1。どっちだ、掛け算が先だ。足し算した、足し算引き算したやつは掛け算してはダメ。掛け算が先。ここ、カッコみたいな、カッコってこ、か、あやだやだ、もう本当に算数、数学やだ、もう本当に。もうマジ、本当にやだ。うわー、問題を変えてしまおう。なかった。